ハインリヒ62世、ロイス・ユンゲレリーニエは、ロイス・シュラコー、弟系ロイス公。ロイス・シュラコー、ハインリヒ42世とその妻で、ホーエン・ロー・エケル・ヒベルク公、クリスティアンの娘であるカロリーネの間の息子として、生まれ、1818 18年に、父の後を継いだ。ドイツ諸国を石鹸した1848年革命の、 最中の1848年10月に、同族のロイス・ローベン・シュタイン・エーベルスドルフ公、ハインリヒ72世が退位すると、ハインリヒ62世は、ロイス・シュライツ、ロイス・ゲーラ、ロイス・ローベン・シュタイン、ロイス・エーベルスドルフの諸公国を統合した、新国家、ロイス・ゲーラ公国を創設し、その初代君主となった。同国は、 ハインリヒ62世のもとで1849年に近代憲法を制定し、1851年には最初の立憲議会を開催、さらに1852年には憲法を改正した、他間接選挙制度による新選挙法を定めた。ハインリヒ62世は生涯独身だったため、死後は弟のハインリヒ67世が継いだ。ありがとうございます。